とうございます。特急白鷹23号越後湯沢行きです。ただいまの直江津駅にて車掌交代いたしました。これより先は JR 東日本直江津運輸区関東の宮内がご案内いたします。本日は運用上の都合により車両及び編成を変更して運転しております。そのため1号車グリーン車の指定券をお持ちのお客様と4号車普通車指定席をお持ちのお客様につきましては座席の移動が発生いたします。1号車、4号車の指定席をお持ちのお客様には大変ご迷惑をおかけいたします。申し訳ございません。本日1号車グリーン席の指定券をお持ちのお客様は4号車の同じ座席番号のお席へ移動をお願いいたします。1号車グリーン席の指定券をお持ちのお客様につきましては4号車の同じ座席番号のお席へ移動をお願いいたします。4号車普通車指定席をお持ちのお客様は一番後ろ1号車の指定席へ移動をお願いいたします。4号車普通車指定席券をお持ちのお客様は一番後ろの車両1号車の同じ座席番号のお席へ移動をお願いいたします。続きまして止まります駅と到着時刻をご案内いたします。ただいまこの列車10分ほど遅れて運転しております。本日は通常と違う車両で運転しているため本日10分ほど遅れて運転しております。そのため次の十日町にはこのままの遅れであれば19時44分次の十日町には19時44分6日町19時55分6日町19時55分終点越後湯沢には20時9分頃の到着を見込んでおります。次に車内のご案内をいたします。列車は9両で運転しております。一番先頭が9号車一番後ろが1号車です。自由席は6号車と7号車です。自由席は6号車と7号車です。車内はトイレ、デッキを含めまして全車両禁煙です。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話の際はデッキをご利用ください。ご協力をお願いいたします。またこの先の西方駅から六日町駅までは JR 線以外の会社線、北北線、北越急行線内を走行いたします。トンネルは連続していますので車内の携帯電話などの通信機器はつながりづらくなります。あらかじめご了承ください。越後沢から新幹線を乗り換えのお客様にご案内いたします。現在関係各所に越後沢からの新幹線の確認を取っております。お乗り換えいただきます新幹線につきまして現在確認を取っております。確認が取れ次第放送にてご案内いたします。越後沢からの新幹線につきましては確認が取れ次第放送にてご案内させていただきます。ご乗車ありがとうございます。特急白鷹23号越後湯沢行きです。次は十日町です。
十日町には19時44分頃の到着です。ご乗車ありがとうございました。まもなく十日町に到着です。2番線に到着いたします。降り口は右側です。お忘れ物なさいませんようご支度をしてお待ちください。本日通常と異なる車両で運転したため十日町駅には約12分ほど遅れての到着です。お客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。申し訳ございません。